孫さん、コロナの検査の子で叩かれてるみたいですが、なぜですか？医療機関の負担になってしまうからでしょうか？そうですね要はそのコロナの検査キットを配ったとして、でその検査キットが本当にその正しい結果を出すかっていうと、その PCR 検査でも大体6割7割しか正解出さないって言われてるんですよ。要するに3割間違えるんですよね。なのでそのなんか多少こう咳が出てなんかちょっと体調悪いなっていう人が、じゃあその PCR 検査しました、でした結果陰性ですって出たとしても、本当は陽性っていう人が3割いるんですよ。でも陰性って出てるから何にも気にしないで生活しちゃうじゃないですか。もうなんかライブも行くし電車も乗るし会社にも行って仕事にも行くしみたいな、でガンガン広めちゃうじゃないですか。なのでそのまず PCR 検査であったりその検査キットであっても、その本当にウイルスにかかってるかかってないという判定がまずできないっていう前提を間違えてるんですよ。なのでその症状が出てそうでなんかその自分の調子悪いなと思う人はもう家にいてくださいと、そのなんか調子悪いんだったら調子悪くなるまで家にいてくださいっていうのが今の日本 の, そのお医者さんたちがやろうとしている対応策で、そのなんか検査キットで安全だから外出てもいいよねっていう状況じゃないんですよ。なのでその日本がどういう対策をやろうとしているかっていうと、その検査をして安全だからいいよねとか、じゃあ検査をして陽性だから病院に行かなきゃっていう場合でもないんですよ。例えばそのじゃあタダで配るから検査キットやってみようっていうのでやってみて、何の症状もがなかったとしても陽性になったとするじゃないですか。したらなんか病院行かなきゃいけないかなって思っちゃうじゃないですか。で症状もない人が病院来られても、今回のコロナウイルスって治療薬ないんでやることないんですよ。なのでその一応症状を見るためにお医者さんが担当してその30分とかチェックするわけじゃないですか。でも別にその人に対して薬が出せるわけでもないし、その何か治療ができるわけでもないので、ああコロナっすね終了っていうだけで終わっちゃうんですよ。なので時間の無駄なんですよね。なのでその検査キットがまず 100% の結果を出せるわけでもないっていうのと、その症状が大して出てない人が陽性だったとしたとしても、それは病院に行かないでくださいっていうのが一応その今の日本のやろうとしている医療機関の方法論なので、なのでそこでその孫さんが検査キットを配ったとしても、その不安な人の解消にはなるかもしれないんですけど、ただ答えが間違ってる可能性もあるんですよ。要はその陽性だと思った人に陰性って出て、ああじゃあ不安だったけど安心したわ、でも本当は陽性のままでしたみたいな。なのでその 100% の答えが出るわけでもない、そのキットを100万人に配るっていうのはどうかなっていうのがちょっと思ったことですね。はい。あとその孫さんが言ってたなんかマスク100万 人分をなんかその買い取って医療関係者に配りますとかって話なんですけど、今の病院とか医療関係者ってお金がないからマスクが買えないわけじゃないんですよ。マスクの生産量が足りてないからなんですよ。要はそのマスクのなんかマスクが高すぎてみんな買えませんって言ったら俺がお金払って代わりに買うよっていうのは成立すると思うんですけど、今ってマスクガンガン作ってるけどみんなが買いたがってるから買えないっていうだけで、病院もマスク買えるんですよ。ただないから買えないんですよ。でそこでその病院が買おうとしているマスクに、じゃあ俺倍の値段で買うわって言って孫さんが倍の値段で買って持ってっちゃった方が、いや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 、それあんた持ってかないって話じゃないですか。なのでその孫さんがマスクを100万個作りますならもう全然賛成なんだけど、その誰かが買おうとしてるやつを俺は100万人分横取りしますって言ってるんだよ、孫さんが言ってるのは。なのでいやいや横取りとかいらないからっていう、邪魔しないでもらえますっていうのがその世間的な考え方なので、ちょっとねやっぱ孫さんはなんかねずれてるんじゃないかなという気がします。ちなみにその科学的な話でいくと、別に一般の人ってマスクとかあってもしょうがないんで、はい、もしその飛沫感染が嫌だったらなんかスカーフとかなんかその布とか巻いときゃいいだけで、そのマスクでそのなんかウイルスを止めるというのはまずできませんと。
でその飛沫感染で要はその目の前でなんかベラベラ喋ってる人がいて、その人の口から飛ぶ唾がその自分の口に入るのが嫌だとかだったら、別にあのなんかスカーフとかこう口に巻いておけばいいだけで、別にマスクなんかなくてもいいと思いますよ。今だったらそのマフラーとかちょっと大きめのやつをなんかその口と鼻が隠れるぐらいこう巻いて外歩きゃいいんじゃないですか。